Mental Record Presents。決めたんだ。必ず誰かを捕まえるって。いつだっていいさ、どこだっていいさ、僕は僕のやり方で必ず捕まえてやるさ。誰にしようかな。そうだ、あいつにしよう。僕のことを指さして、河原なら鬼河原、あざみなら鬼あざみ、山なら鬼山って話してて、弱虫のくせに顔をくしゃくしゃにして笑ったあいつに決まりだ。そうだ、そうしよう。絶対にあいつを捕まえてやる。僕は一人で家に帰った。鬼のまま家に帰ってさ、夜ご飯も食べずに部屋にこもって作戦を立てた。僕はみんなが寝静まった夜中に一人で部屋を抜け出して、あいつん家に向かったんだ。あいつん家なら知ってるさ、この辺で一番のお屋敷だもん。僕は台所の引き出しから銀色のナイフを取り出した。ほら、たまに食卓に出る肉を切るときに使うやつだ。窓が開かなくてもこれでなんとかなるさ。僕はナイフを片手に夜の闇に紛れ、あいつん家を目指す。
今なら捕まるさ。そう、今なら逃げられない。広い庭のある大きなお屋敷が月明かりの中にぼんやりと浮かび上がる。念のために表札を確認する。うん、あいつんちだ。必死に生垣を乗り越え庭に飛び降りる。生垣の木の枝にこすられ手がヒリヒリする。血が流れてる。飛び降りた時に右足をくじいたみたいだけど、もうここまで来たら引き下がれないさ。あいつの部屋は2階にある。たわわな実をつけた庭の柿の木に登り、そこからガレージの屋根に飛び移る。そこからならベランダを伝ってあいつの部屋にたどり着く。全て計画通りさ。あとは窓をこじ開けるだけ。ああ、ここまで来て急に心臓がドキドキと音を立てる。僕はナイフを取り出してほてった顔に当てる。ああ、冷たくて気持ちがいい。ナイフは優しい。心が落ち着く。部屋の奥に布団にくるまって寝ているあいつの姿が見える。いつまでもずっと死ぬまで鬼、そうはさせないんだ。そっとガラス戸に手をかける。鍵がかかっていればナイフでこじ開ける。それでもダメならガラス戸を割って押しるんだ。たとえあいつが物音で目覚めてもこの狭い部屋の中なら逃げられっこないさ。どんなに足が遅くても捕まえられるさ。結果、いけなかったな。不用心ですよ。気をつけましょうね。鬼がそっと忍び込みますよ。抜き足、差し足、忍び足。あいつはぐっすりと眠ってる。手から赤い血を流し、足をくじいて、こんなにやるせない気持ちでここまで来たのに、君は安らかな寝息を立てている。楽しい夢を見てんのかい？夢で僕を笑ってんのかい？足が速いのがそんなに偉いのかよ。楽しい夢は終わりだよ。僕は片手にナイフを握り、残った片手であいつの胸ぐらをつかみ思いっきり揺すってやった。そして叫んだ。あいつは目を開け、うすらバカみたいに口を半開きにして空っぽの瞳で僕を見つめた。僕は構わず続けて叫んだ。今度は君が鬼。あいつの体は震えてたな。あいつはびっくりして目を見開いた。一体何が起こってんのか全く分かってないみたいだった。だから僕はナイフを取り出し、あいつの鼻先に突きつけ、はっきりとゆっくりと言ったんだ。分かったのかよ。今度は君が鬼の番だ。あいつの体はカクカクと震え始めた。その時僕の頭がじわっと熱くなった。なんだかとても嫌な感じだ。歯なんかないのに頭の歯が浮くような感じ。頭が熱い。痛がる。なんだこの違和感は。僕は思わず頭に手をやる。あ、なんかあったかくて硬いものが手に触れる。これは一体、これは一体、そうだ、これは角だ。僕の頭に角が生えた。右と左にニョキニョキと2本の角が生えてきた。そっか、そうなんだ。僕は鬼になってしまったんだ。僕は鬼をやめたくてあいつの部屋に忍び込み、本物の鬼になってしまったんだ。あいつはあいつで角の生えた僕の顔を見て見る間に青ざめてくる。そう、本当に青くなっていく。クレヨンの青のような色に変わっていく。そしてあいつの頭にもニョキニョキと2本の角が生えてきた。
鬼だ。君も本物の鬼になったんだ。こうして僕は赤鬼に、あいつは青鬼になった。だから僕は知ってる。全ての鬼は昔人間だったんだ。怒りで鬼になった人間は赤鬼に、恐怖で鬼になった人間は青鬼になる。鬼になりたくてなったんじゃない。だからあんまり怒らないで。だからあんまり怖がらないで。人間のままでいたかったら。